と、それから今後その、まあ、地震が拡大しているようにも見えるんですけども、予備的にその、まあ、停止するとかですね、そういったことは考えることだとか。今日丸川大臣からはですね、稼働中の仙台原発について、今回の地震による最大の地震加速度が12ガルと、まあ、基準が80から260ガル、これは発電所によって違うそうですけれども、よりも十分低いことから、原子力規制庁は現状において停止する必要がないという原発に対して国民の声もありましたので、そこはしっかり大臣から説明すべきだというふうに思いました。また他の停止中の原発についても原子力発電所で最大17ガル、伊方発電所で約10ガル、島根発電所で約2ガルと基準より十分低くなっておりますので、そこについては異常はないという報告、そしてまた現状において心配ない、こういうふうに思っています。で、先ほどの負傷者でありますけれども、負傷者